原拓也は、神奈川県横浜市港北区出身の元プロ、野球選手、野球解説者、宇藤左だ。ジップは、消防士で、東海大相模高校では3年春の関東大会、準優勝、関東学院大学へ進学。川端隆志は、高校及び、オリックスバファローズ時代のチームメイトにあたる。大学時代には三類種として、 神奈川大学野球リーグで1年春からベストナインに選出。秋は遊撃手3年春秋、4年秋は二類種で受賞。安定した守備を高く評価される一方で、4番打者を任された4年次のリリーグ戦では、3割後半の打率を叩き出して、首位打者、最優秀選手。西部時代2006年度大学、社会人ドラフト会議にて、 西武ライオンズから4巡目指名を受けて、契約金4000万円、年俸戦2 0 0万円という条件で入団。入団当初の背番号は43。2007年には6月13日の対阪神タイガース戦8回表から3類手として1、軍公式戦にデビュー。翌14日の同カードで初めてスタメンに起用されると、自身と同じルーキーの上園博から1。 群発安打を放った。イースタンリーグ公式戦では、二類種、三類種、遊撃種として、それぞれ10試合以上出場。しかし、通算で九失策を記録したほか、打率が、1 9十二低迷した。2008年には、主に、イースタンリーグ公式戦へ出場。8月2日のフレッシュオールスターゲームでは、左声に3点本塁打を、 放つなど攻守にわたって活躍し、最優秀選手賞に輝いた。ちなみに当時、一軍、二軍公式戦ともに、本塁打は一本も記録しておらず、これが、プロ入り初本塁打となった。本年度は二軍のレギュラー選手として89試合に、出場、打率、289、二本塁打と1割も、打率を上げた。チームが優勝を決めた後の消化試合で一軍に、 登録され、10月4日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、プロイル初の猛打賞及び長打を記録した。アジアシリーズにも出場を果たした。2009年、シーズン終盤に足を痛めた中村豪也に代わり8月からほぼ全試合に三塁のスタメンで起用され、50試合に出場。打率、219と結果は残せなかったが安定した守備を、見せ、 左投手には打率353を記録した。2010年には似たタイプの安倍正宏が入団したが、結果的には前年度から出場試合数を倍増させた。中村の離脱時には相手先発が右投手の時は原、左投手の時は安倍といった起用が定着、打率は220だったものの出塁率は打率を1割以上上回り、 プロ初本塁打も記録するなど一軍に定着した。2011年前半は、守備固めなどの途中出場が主であったが、7月に片岡駅氏が故障で、長期離脱したことに伴い2番セカンドとして、レギュラー固定されるようになる。1番の栗山匠が高い出塁率を誇ったため、ギダで送る場面が多く、つなぎの役割をこなし、平野剣を上回る。 球団新記録の51ギガを記録した。しかし得点圏打率は149であったほか、この年も通る入子に終わり、送りバンも終盤のプレッシャーのかかる場面では失敗も目立つなど課題も残った。11月13日に背番号が5に変更されることが発表された。2012年は片岡や中村の怪我もあり、スタメンで起用されることが多かったが、 年々成績を伸ばしていた、打撃面で大不振に陥り、エステバン、ヘルマンや浅村坂へとの復調もあって、スタメンを外れることが増えた。その後は主に守備固めとして起用されるが、大事な場面での失策や、記録に残らないミスを連発し、一軍での実績の乏しいように、先雄二や高卒新人の長江京平らに、内野のリザーブとしての地位まで奪われた。 2012年11月6日、山崎康二との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍することが発表された。背番号は2。移籍が決まった直後には、再びライオンズに帰ってきたいと語るほど、古す、西部への愛着を示していた。2013年には、6月に一軍へ昇格。正治累種であった、後藤高尊の不審や、 内外屋を守れる平野圭一の戦線離脱などを背景にそのまま一軍に定着した。一軍公式戦ではプロ入り後初めての一塁守備を経験するなど内野の全ポジションに起用。通算67試合で打率253という成績を残した。2014年には内外屋守備要員中心の起用ながら内野の全ポジションでスタメンを経験。 一軍公式戦では、自己最高の120試合に出場した。7月21日の対日本ハム戦では、一軍公式戦自身4年振りの本塁打を記録。チームのパシフィックリーグ優勝がかかった10月2日の対ソフトバンク戦では、チームのビハインドで迎えた7回表に、代打起用されると、同点的時打を放っている。2015年には、 一軍公式戦92試合に出場。前年と同じく通算で二本塁打を放ったが、打率は170と低迷した。2016年には一軍公式戦36試合に出場。しかし、打席数が前年の148から43に減少したほか、打率も189にとどまった。十月二日に球団から戦力外通告を受けたが、 原自身は NPB 他球団での現役続行を希望。11月12日には12球団合同トライアウトに参加した。しかし NPB 他球団からの獲得オファーを受けるまでには至らず現役を引退。12月2日付で NPB から自由契約選手として公示。引退を決断した時点で婚姻や育児の経験がないにもかかわらず、 待機児童問題に高い関心を持っていることから、保育園、保育所の建設や運営に携わることを模索している。その傍ら2017年からは、J スポーツの野球解説者としても活動する。2019年4月より埼玉西部ライオンズの、ライオンズアカデミーコーチに就任した。その傍らフジテレビ2の野球解説者としても、活動している。 内野守備での重心の低さや球際の強さが特徴で、西武時代には当時の内野守備総類コーチだった鈴木康友に高く評価された。ありがとうございます。